洋上から撮影された聖パンテレーモン修道院。アトス山にある他の修道院によく見られる赤系統の色彩の屋根ではなく緑色の屋根が特徴。聖パンテレーモン修道院はアトス山にある聖教会の修道院。アトス山にあるがロシア人修道士たちが生活して運営している修道院である。このことからギリシャ語でロシアのを意味する。 ロシコンの別名がある。現代の修道院の建物が今の位置に建てられたのは1765年のことであるが起源は11世紀にまで遡る聖パンテレーモンを記憶する主聖堂は1812年起行、1821年竣工。聖堂の作りはアトス山の他の修道院と同様のスタイルにのっとっているが内部のフレスコ外コは19世紀ロシア風と なっている。他に多くの小聖堂が修道院内にある。19世紀初頭に修道院の建設が進んだ際には、モルドバラキアの支配者からの財政支援もあった。1968年には大規模な火災にあった。1895年には1000人、1903年には1446人の修道士がいたが、1990年現在、 修道院で生活する修道士は35人となっている。ありがとうございます。